こんにちは、プロトリフチャンネルです。いろいろな種類のヒイラギが入っています。トゲトゲっとしているヒイラギですが、中にはこのように斑の入っているもの、新芽が黄緑色のものというものがあります。まあ、これはこれで面白いんですけれども、時々こちら奄美ヒイラギというものもヒイラギの仲間かなということで出ておりますが、残念ながら奄美ヒイラギはヒイラギの仲間ではありません。こちらはモチノキ科の仲間。えっと思うかもしれないけど、こちらの方はほら葉っぱが互い違いについてますよね。こちらのヒイラギはちゃんと葉っぱがついについてますよね。ですからこちらは木星科、こちらはモチノキ科ということで、葉っぱは似ているのでヒイラギという名前がついてますが、別の種類のものです。よくヒイラギそのままにしておくと葉っぱ丸くなってしまってというようなことを言われますが、刈り込みを忘れてしまうと年々葉っぱ丸くなってしまうので、時には葉っぱのあるところで剪定して新たにやっぱりギザギザとした葉っぱを出してもらいたいものです。よく日の当たる場所、水は乾いたら肥料は春と秋に緩効性の肥料を置いて、いつもギザギザとしたヒイラギを育ててください。